岡山県立岡山上等高等学校。岡山県立岡山上等高等学校は、岡山県岡山市中区下にある県立の高等学校である。通称は上等。1987年、昭和62年に開校した県立の普通科高校で、2015年現在、岡山県立高校としては最後の新設校となっている。 創立当初より国際化社会、情報化社会を念頭に、国際系、音楽系など4つの系の解説と選択科目の多いカリキュラム編成などにより、新しいタイプの学校として特色ある学校運営が行われている。特に英語教育に注力しており、文部科学省からスーパーイングリッシュランゲージハイスクール、セデイの指定を事業所年度である2002年度、 平成14年度から3年間にわたって受けた。創立から20年を経過し、岡山上等21世紀構想と題した基本構想を掲げ、従来の学年生、20期生から単位生、21期生への移行や、軽から学類への再編が行われた。また、文部科学省から、スーパーグローバルハイスクール、SGH の指定をこちらも、事業初年度である2014年度、 平成26年度から5年間受けている。校風は自由で明るい雰囲気が挙げられる。ただし、岡山上等高校では責任を持つことを含んだ自由を上等の自由と呼称して尊重している。生徒の自主性を重んじているため、校内での携帯電話の使用授業中以外は許可することや等発についての規定がないことなど、結果としての自由度が高い。なお、 生徒会により、生徒会宣言として、マナーなどが提示されている。国際化社会への対応として、国際教養学類の設置や、スーパーイングリッシュランゲージハイスクールが一期指定を受け、英語教育を重点的に行っている。岡山上等高校が標榜する、新しいタイプの学校としての特徴は、以下の3点である。 倉敷作業大学との提携で広大連携の授業を展開するとともに、東京工業大学からの遠隔講義を受けられるシステムが確立され、これらに続き、一橋大学からも遠隔講義が受けられるシステムが整備れつつある。岡山城東高校では、2年次、3年次に学類と呼ばれる4つの類型に分かれる。学類コア科目。 将来に対する目的意識を育てる科目を選択し、それにより学類が決定される。創立より2007年、平成19年の単位制以降までは、学類とは言わず、軽と呼称していた。また、岡山県立高等学校の特別入試で、音楽分野にて合格した生徒については、自動的に音楽学類へ向くことになる。四つの学類は、以下の通り、内は、 救命賞学校主催の英語や文化学習を目的とした留学で創立以来2008年までで21回2003年はテロや SARS の影響で中止1600名を超える生徒たちがアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダなどの国々で異文化を学んでいる宿泊にはホームステイの他に学校の寮も利用して行われている 夏休みを利用した2から3週間程度の日程で行われる。近年は夏季の2コースで実施されている。岡山城東高校の学園祭のことで例年9月に行われる。文化の部、2日間、一般的に言う文化祭。体育の部、1日間、一般的に言う体育祭で構成されている。文化の部の2日目は一般公開される。 非公開で行われる1日目のオープニング行事では、近年をオータクルー、シンディ、ゴーストノートといった、メジャーアーティストや芸人、タレントを招いた、オープニングゲストライブを行っている。スクールカラーの緑と、豊かな自然をイメージし、未来永劫に、豊かさを保つとの願いを込めて、水力祭と命名された。運営は、水力祭実行委員会、通称、水日が行う。 特徴として、開校当初、少なかった男子生徒にスポットを当てるため、水力祭体育の部で優秀な成績を収めた男子生徒に与えられる、ミスター上等という称号がある。また、テーマや、テーマソングの制定や、全校制作、ブロックパネルの制作など、生徒主体で運営する。岡山上等高校の野球部は、春夏合わせて、過去5回校支援。 選抜高等学校野球大会、全国高等学校野球選手権大会に出場しており、特に1996年、平成8年の第68回選抜高等学校野球大会では、大初出場ながら、ベスト4の高成績を収めた。また、囲碁将棋同好会、囲碁部門は、全国高校囲碁選手権大会に6年連続、 第29.3031.3233.34回、全国高等学校総合文化祭、囲碁部門、全国高等学校囲碁選抜大会に多数出場、また、中国高校囲碁選手権大会、第13回で優勝している。2015年には、合唱部が全日本合唱コンクール全国大会に、出場。全国同賞を収めた。また、 同部が2016年合唱アンサンブルコンテスト全国大会に出場している。また、還元学部も2015年に日本学校合唱コンクール全国大会グランドコンテストに出場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。